枕を思い切り投げ合ってストレス解消ができる伊東温泉の名物行事、全日本枕投げ大会が開幕しました。修学旅行での経験を競技化したというこの大会は今年で6回目となりました。ルールは選手5人でチームを作り、合わせて10個の枕を投げ合い、相手チームの大将に当てれば勝ちとなります。浴衣姿の参加者たちは防御用の布団で大将を守りながら熱い戦いを繰り広げていました。この大会は明日決勝トーナメントが行われる予定です。